はい、皆さんこんばんは。強プロ YouTuber のカツッパです。ABC233 回目を実況していこうかなと思います。えー、本日は12月25日、クリスマスでございますね。えー、クリスマスにコンテストがあるというのは去年もそうだった気がしていて、まあなんか、懐かしい気持ちです。さあ、じゃあいつも通りですね、8問あると思うので、えー、最初に4問、あとは1問ずつと認にします。ただ、なんか1問台が EX っていう名前に変わってますね。 ああ、なるほど。なるほどね。なんとなく見えてきました。なぜ EX か。はい。では、A 問題え。10円スタンプ。サンタさんに手紙を出したい高橋くんは、X 円切手が1枚だけ貼られた封筒を用意しました。サンタさんに手紙を貼るためには、貼られ,貼られている切手の総額が Y 円以上である必要があります。高橋くんはこの封筒に10円切手を何枚か貼り足すことで、 貼られている切手の総額を y 円以上にしたいです。高橋君はこの封筒に最小で何枚の10円切手を貼り足す必要がありますかということで、今、x 円ですから、y-x に10を足していってもいいですし、あ10を割ってもいいですし、あの1000円以下なので100枚足せば絶対大丈夫ですから、10枚ずつ足していってもいいです。まあ、なんか問題っぽくそうやっていきましょうか。アンサーはイコール0。えっと、x と y をもらいます。x と y ってどうせ空白切りだね。空白切りなので。 こういうふうにもらいまして。えっと、どうせ y 割る、y 縮 x 割る u が答えなんで、まあ、ゼロとマックス取りましょうなんですけど、ゼロと max 取るのは忘れがちですよね、人々ね。だから、えっと、while x が y よりちっちゃい間 x、x プラスイコール u アンスプラスイコール一と、はい。こうすると絶対にこうなケースがありません。はい。じゃあ、これでパイ π の a 八十九十四の場合は2、二正解。 で、1063の時は、まあ、ここに入力例があるから、ちゃんと入力例を試す人なら、特にこんな形に引っ張ることはないですね。c l i p e g e s で。えー、これ a.py ですね。はい、定質 python で。じゃあ次、b 問題です。b は、あ、ん ?a-reverse かな r e v e r s e かな、はい、えー、整数 lr と a 小文字のみからなる文字列 s が与えられます。 S, S の L 文字目から R 文字目までの部分を反転した文字列を出力してください。ということで、まあ、これは、えっと、文字列が与えられますよね。文字列だよ、と S。で、ここが L で、ここが R だよーってなったら、まあ、これと、これと、これを出力すればいいんですよね。ちょっとこの矢印、不格好ですね。こうですね。はい。で、これは、まあ、Python なら簡単で、スライスを取ってやれば OK です。Emax, P.Py。 S, S、L と R とですねで。L と R はなんだっけ多分あれなんですよね。一インデックスなので、まあ、ここだけ気をつけてあげて。S はインプット。はい。で、L、R、L 文字目から R 文字目までなので、えー、っと、たぶ S のプリント、S の、まず L 文字目まではこうです。で、プラス、えー、っと、S の、今度 R 文字目から L 文字目までマイナス1でやって、S の、 R 文字目以降。で、これはちょっとね、ちょっとだいぶ不安というか、多分何か間違ってるので、ちゃんと間違ってないかどうか確認しましょう。えー、っと、あ、これいい問題です。いい入力例ですね。A, B, C, H, A と、H, G, F になってますね。R, L-10 だけど、H じゃなくて、えー、A, B, C, D, E, F, G, H の3文字目から7文字目っていうのは、えー、C, D, E ですよね。 うん、CDF か。CDF なので、CDFG だからってことね。3文字目までだから、ここはマイナス1しますし、ってすると、えー、で、これは、そうか。で、こうやって、これでいいのかな。はい。3、A、B、H、で、H になっちゃってるので、ここ回る引く1で、ここ回る引く1なんでしょう。 あ、てか、そもそもゼロインデックスか。そうだね。a, b, g, f, e, d で、え ch,、ー、c, h, c, c まで行ってない。c まで行ってないから、ここは l でよかった。ん違う。l 引きにあー、みたいですね。んこれなんか多いな。g が多い。c, g, h, g. ここは r でよかった。うーん。あ、そうですね。こんな感じ。 はい。1、7。あら、これは、なんかなくなっちゃってる。えー、っと、7、S の3文字目がなんでなくなっちゃうんだろう。えー、これ、不思議だな。ああ、なるほど。ちょっと、あれか。R-1。はい。めんどくさいので、えっと、A と B と C に分けます。A は、で、最初の、L と R をまず0インデックスにして、 A は S の最初の L 文字ですよね。で、L 文字目から R 文字目だよねってやってあげて、その R 文字目までねってやってあげ R 文字目からだよねちょっと一旦プリント A、プリント B、プリント C してみましょう。ちょ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 えー、っと、これ。お、なんで こうすると、A, B, C, D, F, G, H ですね。で、R に関しては、ちょっと一ずらしてあげましょう。R プラスイコールと。はい。こうすると、A, B c a B と C, D, F と G, H になりました。はい。こっちの場合はあえっ、ー、と、入力例2の場合は、はい。レビューは真ん中ですね。で、これはちゃんとひっくり返してあげてください。メリークリスマスも、そんな感じ。で、最後に、えー、プリント、A、B の、 逆 C ですね。はい。これすれば、レビューアーもちゃんと出てくるはず。まあ、レビューアーに関しては、ちょっとあれですね。スライスするときにマイナス1が出てくると、いろいろ面倒っていうのを、それに引っかかったんですよ。で、まあ、本当に面倒くさかったので、こうしますと。はい。で、clip.exe.ebi.py。python。ちょっと、出遅れてしまいましたね。 はい。では、C 問題です。プロダクト。N 個の袋があります。袋 I には LI 個のボールが入っていて、袋 I の J 番目のボールには正の整数 AIJ が書かれています。それぞれの袋から1つずつボールを取り出します。で、取り出したボールに書かれた数の総積が X になるような取り出し方は何通りあるでしょうかと。ただし、書かれた数が同じであっても全てのボールは区別します。で、袋に入っているボールの個数の総積、個数個数の総積は10の5乗を超えない。 ああ、ってことは、これ全部俺試していいですね。はい。そうですよね。はい。個数の宝石っていうのは、選び方の個数なんで。はい、はい。だから、これが少ないんで、これ全部試して OK です。全部試しましょう。で、えー、っと、席 AIG10 の9乗以下。うん、X が10の8乗、18乗。まあ、でも別に、どうしようかな、うん。ちょっと大きい数字になったときは、ちゃんとやめましょうね。っていうだけかな。 じゃあ c.py. でえー、入力が一番厄介なのかな ?nx イコール、map の int の input.split で、えっと、for なーとかに、n, えっと、bug はカッコ、空にしておいてバッグ、バ u g g a g e か。で、えっと、まず temp に、map の int の input.split して、 L はテンプの最小。で、えっ、ー、と、A は、その、それ以降ですね。ゴミ以降です。はい。で、えっ、ー、と、バゲージドタードットアペンド A ですね。はい。じゃあ、あとは順番に試していくだけです。で、順番に試していく方法なんですけど、これは、L の漱石を A ってやれば、 いい気がします。まあ、あとは DFS を書くってお困るけど、すなわち、あの全部になんと、なんか変な、変則的な真数の整数だと思ってあげれば、別にあの全て0から L の総積未満の数字をえそれぞれの割り当てに、何ですか、言いたい記載させることができますから、それをしましょう。プロットかけるイコール L。はい。で、あとはフォーオー、for i, in, range, プロット。 で、for b u g in, package, j s で、えっ、ー、と、プロドて、テンプか、テンプ、まあ、ちょっと待って、プロ o L のプロド、l プロドっていうのを作りましょう。この方がいいと思う。で、今回は、その、創石を、どうにかしながら、創石を考えてあげます。えっ、ー、と、プロドかけるイコール、バッグのカッコはい、i なんだけど、i じゃなくて、i、あー、えっ、ー、と、 i じゃなくて、まあ、なんか、x とか、ご覧にしておいて、x 連バック、x 割ることの連バックでいただきます。で、fplot が大なり、あ,あ、x が使ってるから、ま、あなんかイン、インデックス。インデックスを i 入れいきましょう。えっ、ー、とで、ここで、インデックス、インデックスと。で、plot がもう、 x を超えたらですね、おしまいなので、えっと、コンティニューにしましょう。コンティニューじゃない、ブレイク。はい、f プロット、イコールイコール x だったら、アンスプラスイコール1で、最後にプリントアンサー。ですね。さあ、ここら辺でアンスイコール0しておけばよいでしょう。最初の 3c ドとはい。これ c 言語だと、c 言語だとちょっとだけ気をつける必要があって、x 未満の数字かける 10の9乗は10の18乗を超えることがあるので、その64ビットじゃダメなことがあるので、それだけ気をつけた方がいいですが、Python は大丈夫。1回、えー、と64ビットじゃああの管理できない数字が出てきますけど、まあ、1回出てきてその後は計算続かないので、多倍長の計算のコストが増えるということもありません。はい、じゃあ D 問題見ていきましょう。D 問題はカウントインターバル。 え長さ L の数列 A と整数 K が与えられます。A の連続部分列のうち、要素の和が K になるものはいくつありますかと。あれなんかすごい、よくある問題ですね。以下の条件をすべて満たす整数の組み LR はいくつありますかと。えなんか長す。連続部分列ね。要素の和が K だよね。OK。うん。はーい。えー、っと。 で、n が2かける u の5乗ですね。で、ai はこんな感じ、k はこんな感じ。入力に含まれる値はすべて整数です。はい。えっと、まあ、連続部分裂の総和ってね、たくさん何回も求めたいねって言われたらどうするかっていうと、これは各値、ところまでの総和を持っておきますね。だから、ち絵を描く順番が悪かった。はい。a があります。で、これに対して s を作りましょう。これは、えっと、si イコール、 A1 1からプラス、点々点,点 AI までの総和です。で、やると、えー、っと、まあ、L から R までのここの総和っていうのは、ここ引くここですね。ここまでの総和引く、ここまでの総和だから、え、これ引くここです。で、これ引くこれがイコール K ってことは、なんかここを、これに対して、ここより左側で総和が、まあ、なんかこう、この総和を S、 sr としましょう。sr 引く k イコール sl となる l の数を数えてあげればいいので、これはまあ何か連想配列か何かで管理してあげればよいでしょう。これはもう典型的な問題ですね。いいクリスマスプレゼントなんじゃないんですかじゃあ n と k をもらって。はい。a は ?a はリストのマップの int の input.split と。 はい。で、サムカウントを作ってみましょう。サムカウントは、えっ、ー、と、ゼロが一通りだけありますね、最初から。はい。で、えっ、ー、と、4、で、サムは、あー、まあ、アクキュミュレートはゼロですというふうにしてあげて、4a、a して、えっ、ー、と、アクキュミュレートプラスイコール a ですと。で、アンスプラスイコールサムカウントのアクキュ、あー、でレフトは、 んだから、えっ a c c u m u l a t e ひく、K です。はい。で、if、L, in, sum, count, hands, plus, イコールサン、sum, count の、かっこよりとしてあげて、で、最後に、sum, count, accumulate, plus, イコール、1。あ <laughs> 1> if、え m u l a t e not, in, sum, count, 早く、 サムカウントアキュミュー。y イコールゼロ。これがないといけませんね。はい。で、アンサーを定義してなかったので、アンサー定義して。最後に、プリントアンサー。はい。pcell.py.py。はい。はい。3です。合ってます。これ。い。0です。OK です。じゃあ出しましょう。これは、まあ、ためなことはないと思うけど、もしためなら、パイパイで出します。 はい、じゃあどうでしょうか。うーん。最近ね、あの、典型90ばっかり解いてたんですよ。アドベントカレンダーみたいなの、個人的に勝手にやってて。なので、こういう問題、バカすか解いていくのね、すごく久々な感覚です。はい、じゃあ4問解けましたので、この動画は一旦ここで終わりにして、あと EFG エクストラは1個ずつにしていこうかなと思います。お楽しみに。